ただいまより肝臓がんのセッションを開始いたします。司会を務めます、キャンサーネットジャパンの馬場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、国立国際医療研究センター理事、国土範秀先生より肝臓がんの外科治療、なぜ日本の治療は世界一なのかのご講演をいただきます。国土先生、ご登場ください。国土先生のプロフィールは、ジャパンキャンサーフォーラムのサイトをご覧ください。それでは、国土先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。国立国際医療研究センターの国土と申します。専門は肝臓外科をしておりますが、本日は肝臓がんの外科治療ということで、お話をさせていただきたいと思います。タイトルは一応、日本の技術はなぜ世界一なのかということを加えさせていただきましたが、まず日本でどういうことかということをメッセージとしてお伝えしますと、肝臓がんに対する最も根治的な治療法は外科治療ですが、日本の技術は世界のトップレベルにあると思います。肝成長技術の最新の進歩と成績を今日はご紹介したいと思います。また、肝移植は日本では脳死肝移植が少なくて、生体肝移植が中心という特徴があります。まず、疫学的なことですけれども、肝臓がんはどのぐらい多いがんかといいますとですね、がんセンターの情報によりますと、男性で4位、女性で6位ということで、非常に頻度的には多いがんということになると思います。で、原因ですけれども、肝炎が多いわけですね。で、日本は特にもともと C 型肝炎からの肝がんが多かったんですが、最近はウイルスの治療の進歩などにもよってですね、C 型肝炎由来の肝がんが減ってきて、そして B 型肝炎はもうほぼ同じ15%ぐらい。そして逆に増えているのが B でも C でもない、非 B、非 C というグループが増えています。で、この非 B、非 C っていうのは何で、起こっているかというとですね、これがこの最近の内訳ですけれども、欧米ではアルコールが多いわけですけど、日本はアルコールはここに書いている4分の1程度でありまして、それ以外にも脂肪肝ですね、アルコールに関係のない脂肪肝、ナッフルドと言いますが、そういうものが10から15%、そして半分以上が実はよく分かっていません。で、この中にいわゆるメタボリックシンドローム、肥満とか糖尿病とかと関係のあるがんがあるというふうに言われています。で、肝がん患者の生存曲線、ここを書きました。日本肝がん研究会で1960年代から統計を取っているんですが、ご覧になって分かりますようにですね、だんだん、良くなっている。5年生存率で見ますと、昔は9%、非常に成績の悪いがんだったんですが、どんどん良くなってきて、一番最新のデータではなんと48%ということで、この数字だけ見るとですね、決して、予後の悪いがんとは言えないと思います。ただ、他の国を見てみますとですね、まだまだこの日本でいうと、この30年前、40年前ぐらいのですね、成績のことが非常に多い。大きな理由はやはり発見が遅れているということだと思います。で、もう一つの特徴はですね、患者さんの年齢です。これは日本で特に、特徴なんですけれども、調査をするたびにですね、上がってきて、最近ではもうほぼ70歳ということになります。で、特に C 型肝炎由来の患者さんがかなり高齢化しているということが特徴だと思います。で、さて、治療法ですが、大きく分けて手術と手術でない治療になると思いますが、私が今日お話しするのはこの手術の方でありまして、2種類、肝切除と肝移植があります。で、手術以外の治療法としてはですね、多いものは肝動脈塞栓術、それからラジオ波凝固療法、そして、抗がん剤といいますか、薬物療法。こちらはこの後、池田先生が詳しくお話しいたしますけれども、そういう治療法があります。肝切除は一番わかりやすいと思いますが、がんを切り取るということですね。取り代を取って切り取る。
そして、ラジオ波というのは、このような電極をですね、超音波などを使って、がんの中、あるいはがんの近くまで刺してですね、そこで、ラジオ波という、電磁波を使ってですね、温度を上げてがんを、焼き固めるといいますか、そういう治療法になると思います。そして、もう一つ重要な治療法が冠動脈塞栓療法ですけれども、肝細胞がんはですね、血管が非常に多いという特徴があります。これは冠動脈の血管造影ですけれども、丸く黒、これで見ると黒っぽく見えているところががんでありまして、こういうところにですね、がんを養う動脈血を、塞ぐ、減らして、そしてその中に抗がん剤を混ぜるという治療法が日本で開発されました。英語で訳して TAE とか TACE とか言いますが、言ってみると、がんを兵糧攻めにするという、そういう治療法であります。で、この3つがですね、大体、一番頻度の多い治療法でありまして、この最近の調査によりますとですね、それぞれ3分の1から4分の1、関節上ラジオ波、テイスト、TACE、そして最近増えてきたのが薬物療法ということになると思います。で、分子標的薬が出てきたのは2009年ですけど、それ以降、2年前にレンバチニムという薬が出ました。そして、そういう治療が増えているわけですけど、どちらかというとですね、すぐ使うような進行がんもいますけれど、の方もいますが、まず切除ができれば切除、ラジオ波をやるのであればラジオ波ということが、まず日本では行われていると思います。そして、再発して、どこかでですね、こういう分子標的薬を使う、そういう治療が日本では広く行われていると思います。外科治療について、もう少し詳しくお話しますと、切除と肝移植、関節上は根こそぎ取る、肝移植は肝臓を取り替えると、一言で言うとそういうことになります。これが日本のガイドラインによる、治療のアルゴリズムですけれども、上から見ていただくとですね、肝予備の肝機能がいいか悪いか、そして肝臓の外に転移があるかどうか、そして、血管の中にがんが入り込んでいるかどうか、脈管侵襲と言います。そして腫瘍の数と大きさ、これで、どういう治療がいいかというのを一番下に書いているわけですが、切除はここですね、簡単に言うと肝機能が良くて、数で言うと3個以下が望ましい。そして大きさについては特に制限はありません。で、簡単なクイズですけれども、1個 3センチ、5個あってすべて3センチ以下、ガイドラインで進められ、切除が進められているかどうかということで言うとですね、こちらは進められますが、5個の場合はですね、例外的にやることはありますが、一般的には、他の治療法を選択することが多いと思います。じゃあ大きい場合ですね。大きい場合は先ほど制限がないと言いましたので、技術的に切除できるという条件付きですけれども、切除が可能であれば、切除が進められるということになります。例えばこういうですね、大きな肝がんが見つかることがあります。肝臓はですね、沈黙の臓器と言われてますので、こういう方でもですね、ほとんど症状がないことがあるわけですね。で、この方は、肝機能も良くてですね、切除が可能でした。最近の切除法をちょっとビデオで お見せしたいと思います。これはこの赤いところが肝がんですね。S の8というバンチがついている領域ですけど、この血管ですね、この領域を養う血管に沿って、がんが広がると考えられていますので、そこの血管を狙ってですね、これは超音波でですね、右下超音波ですが、青い色素と ICG という蛍光を発するですね、緑の色素を入れています。で、これ特殊なカメラで見ますと、その染めたところがですね、白く光っているのが分かると思います。で、がんをですね、こうギリギリでこうくり抜くんじゃなくて、肝機能が許せばこういう形でですね、がんが入る領域って言いますけども、がんが入る領域、あるいは区域をですね、系統的に取ることがですね、再発が少ない治療になると、そういうふうに言われています。実際、ご覧になって分かるようにですね、取った後はこういうふうにくるわけであります。
でもう一つ最近の新しい技術は、ICG、この先ほど ICG という緑の色素を使った蛍光法であります。これはまた別のカメラで、そこが緑に光るようにですね、映したものですが、まあ、ちょっとご紹介ですけど、コロナ直前のですね、今年の1月に NHK でこういうふうに紹介されました。そのビデオをちょっとご紹介しますと、これはもうがんがここ見えてるわけですけど、ICG という検査はですね、薬は肝機能検査に使うんですけど、手術の数日前に使った ICG がですね、肝がんの、この組織の中に残っているという、こういう特徴があります。まあ、こういう ICG 蛍光イメージといいますけども、こういうものを最近は活用して、がんがどこにあるかとか、他に転移がないかとか、それを調べるのに活用しています。で、切除の成績ですけれども、これは一番新しいデータですが、全国で3万例のですね、患者さんが手術を受けて、切除を受けてですね、生存曲線を書いてあります。まあ、がんでは一般的に 5年生存率というのが一つのポイントになりますけど、5年生存率というとですね、63.7%、かなり高い数字ではないかと思います。ただ、肝がんで特徴なことはですね、5年過ぎてもまた、まだ下がっていくということでありまして、他のがんで特徴的な5年、まあ、5年生存できれば治ったと考えられますので、このカーブが水平になるわけですけれども、肝がんはもう全く水平にならないで、そのまま同じスピードで下がっていくと。で、10年になりますと 39.7% が下がります。で、ここ、なぜかというとですね、この、まあ、第2、第3の発がんがあるということになります。今度、再発率というグラフを書いてみますと、これちょっと古いデータですが、まあ、5年切除できたとしてもですね、根治的に切除できたとしても5年で70から80% 再発するというデータがあります。まあ、これを見ると、こんなに再発するのかと思われるかもしれませんが、まあ、その後の治療があるということは後でお話したいと思います。で、いつ再発が多いかというとですね、2つのピークがあります。で、1つのピークは1年目ぐらいですけれども、これは当然ながらですね、十分に取ったつもりが実は少し残っていた。見えないがんが残っていたというふうに考えられるのが普通だと思います。で、4年、5年経って出てくるピークはですね、これが肝がんの特徴ですけれども、第2、第3の発がん、まあ、肝炎が多いわけですけど、肝炎に、まあ、侵された肝臓というのは、第2、第3の発がんのハイリスクであるということがよく知られていることであります。で、肝がんが再発が多いわけですね。ただ、治らないがんではないということと、再発に対してですね、また同じようにですね、手術、あるいはラジオ波ができますので、まあ、適切に再治療することによって、再発しても、決してがっかりせずにですね、しっかり治療すれば通常の社会生活が十分可能で、たくさんの方がですね、実は社会で活躍されています。ちょっと典型的な例ですけど、最初、まあ、60代の患者さんなんですが、切除をしてですね、右を全部取って、で、その後再発して、再発して、全部で4回手術したんですね。で、こんなに肝臓が癒着しているのは分かると思いますが、まあ、それでもですね、最初から言うとですね、本当に15年、あるいは20年近く、お元気にはされている。治療はもちろん必要です。でも治療と治療の間はですね、普通に生活されていると。そういう、ちょっと特殊ながんであるということも言えると思います。で、まあ、私が前におりました東京大学では1回目、2回目、3回目、4回目でも5回目でも最高で6回手術したことがありますけど、まあ、手術ができればですね、この生存曲線をそれぞれをスタートラインにして書いてみると、このように、全くカーブが一致するということは、まあリセットされるといいますかですね、その都度やはり 最初のがんだと考えて治療をやれば、それなりに、ちゃんと、成績が良いということが言えると思います。5年生存率で60から65% ということですね。で、薬物療法についてはこの後池田先生から詳しく話がありますが、外科医から見るとですね、まあ、この
一番ありがたいのは、手術できないがんがですね、薬によって小さくなって、手術できるようになる、そういうストーリーなんですけど、まあ、2007年にネクサバールという薬が出ました。で、確かに生存を、患者さんの生存時間を延ばしたんですけど、走行率で見るとですね、まあ、当初 3% ですから、ほとんど縮まないわけで、走行率というのはがんが縮むかどうかということを、まあ、見てるわけですが、それがですね、最近いろんな薬、分子標的薬、それから免疫チェックポイントインヒビターですね、オブジーボなどが出てきて、15% から、まあ、最近30から40とか、まあ、簡単に言うと3分の1ぐらいの患者さんでこう縮むということが経験するようになった。と、そういう患者さんに、まあ、がんが縮んで手術できるようになる、そういうことが期待されるわけで、これについてはですね、まだ薬が出てきたばっかりですので、これから、まあ、臨床試験という形で、検証していく必要があると思います。まあ、これはソラフェニブが出てきたとき、そんなに縮む症例はなかったんですが、それでもたまに縮んでですね、切除可能になったという報告がございます。さて、残った時間で肝移植についてちょっとお話ししますと、肝がんに対する肝移植の特徴はですね、最も誤認性が高い肝切除、要するに肝臓を全部取ってしまうわけですから、そういう意味では、根性が高いということが言えると思います。そして、例えば肝硬変になって肝臓を取り替えますので、肝機能も正常に戻ります。で、先ほど言いました、第二の発がんがなくなる可能性が高いということで、まあ、言ってみれば理想的な治療のようにも見えます。で、日本ではですね、一番の問題はですね、脳死の臓器提供はやっぱり少ないということでありまして、これが、左側が脳死の肝移植の、まあ、人口当たりの頻度ですけど、日本がどこにあるか分かりますか？一番下なんですね、ほとんど。ですので、お隣の韓国に比べても10分の1ぐらいしかありません。まあ、これは今日の話の本題ではありませんけれども、やはり大きな問題だと思います。ですので、生体肝移植がメインなわけです。日本の場合はですね。これまでに、ちょっと古いデータですが、まあ、1万例近い肝移植が行われていて、そのうち実は脳死の肝移植は400例ちょっとしかありません。で、生体肝移植が年間、まあ、400例ぐらい今、日本で行われていて、そのうち4分の1、100例ぐらいが肝がんの患者さんというふうに言われています。で、ただ、生体の肝移植はドナーが必要なわけですが、これは家族から提供されるわけですね。で、これも厳しい条件があります。当然ながらですね。ドナーになる強い意志がなければいけない。決して強制されたものではあってはいけない。それから年齢はやはり20歳以上。そしてあまり高齢な方はもちろんでなれません。それから患者さんとの関係が一番重要で、まあ、三親等いないっていうのが多いと思います。それから、まあ、夫婦間は、元は他人ですけども、一応、配偶者ということで、よく行われることがあります。それから血液型はですね、一致または適合でなきゃいけないんですが、まあ、最近はですね、不適合でも、工夫によってですね、かなり成績が良くなっています。それからドナーに、肝切除、大きな手術をやるわけですから、当然ながらドナーは健康でなければいけないということで、こういう持病を持っている方はですね、なかなかドナーになれないということで、まあ、移植を受けたい患者さんは多いかもしれませんが、決して全ての患者さんがこういう生体家族の中にドナーがいらっしゃるというわけではないということになると思います。で、ガイドラインで、肝移植はどこに入っているかというと、この部分でありまして、まあ、肝機能が悪い、要するに肝切除とかできない患者さんですね。そして、ミラノ基準ないということになります。ミラノ基準ないというのはどういうことかというと、これは世界的に有名な基準なんですが、まあ、肝臓の外に転移がなくて、血管の中に癌が入ってなくて、そして1個であれば5センチ以内、3個であれば3センチ以内という、そういう条件です。ミラノにいた、今もいますけど、マッツァフェロという先生が提唱した、もう25年ぐらい前の基準ですが、これが今でもゴールドスタンダードです。ですので、どうでしょうか。こういう患者さんがいた場合、1個 4.5 センチ、これは OK なんですが、2個で 3センチを超えているものがありますと、こちらはダメということになります。で、これをミラノ基準というんですが、日本ではもう少し広げてですね、5センチ5個以下、ここまで広げようということで、今、保険適用になっています。
500というのはアルファベットプロテインというですね、使用マーカーが500以下というもう一つ条件が入っています。日本の基準ということになります。で、先ほどと同じ絵をお見せしますとですね、ミラノ基準では入らなかったこの右側の症例もこの基準では満たすということで、まあ、日本の1000例以上のデータでですね、こういう条件であればですね、ミラノ基準と遜色がないぐらいの成績がいいということになります。ただ、肝移植はですね、決して目の治療ではありません。ドナーが先ほど言いましたように不足しています。で、免疫抑制剤は一生服用する必要があります。そして、がんが再発してしまうとですね、結局余命は非常に短いということになりますので、やっぱりがんが再発しない患者さんを選ぶ必要がある。だからこそミラノ基準、あるいは日本の55500基準が必要ということになるわけであります。まあ、最後に、私の知っているある有名な外国人が肝がんになったら日本に行けばいい。なぜなら、肝がんの治療の成績は日本が世界一ということで、ということであります。ちょっと宣伝ですけれども、日本臨床外学会のホームページに私どもが肝がんについて、一般の患者さん、一般の方向けのこういう啓発ページを作りましたので、お時間ありましたらご覧ください。こういう小冊子も出しています。ご清聴ありがとうございました。国土先生、ありがとうございました。国土先生には後ほど Q&A セッションに再びご登場いただきます。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、国立がん研究センター東病院肝胆膵内科課長池田正文先生より肝細胞がんの薬物療法についてご講演いただきます。池田先生のプロフィールはジャパンキャンサーフォーラムのサイトをご覧ください。それでは池田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。国立がん研究センター東病院肝胆膵内科の池田といいます。今日は肝臓がん、中でも肝細胞がんの薬物療法についてお話をしていきたいと思います。まず肝細胞がんの治療法ですけれども、肝切除、局所穿刺療法、いわゆるラジオ波など、そして肝動脈化学塞栓術、肝移植、放射線療法、そして薬物療法として肝動中化学療法、分子標的治療などなどがあります。まあ、肝細胞がんの治療で特徴的なのは、やはり切除やラジオ波、肝動脈塞栓術といったような有効な局所療法があるといったところがやはり特徴であり、その中で薬物療法とどう住み分けていくかということが問題になってきます。これはバルセロナクリニックリバーキャンサーグループというグループが出してきている肝細胞がんにおける治療方針です。まあ、かなりシンプルに書いてあるので、わかりやすいのでお持ちしました。アーリーステージというのが、いわゆる3センチ3個、もしくは5センチ単発の、肝細胞がん。こういったものに関しては、肝切除かラジオ波のような局所療法が。そして、インターミディエートステージというのが、多発するような肝細胞がん。こういうものに対しては、肝動脈塞栓術がいいだろう。そしてアドバンスステージというのが、脈管浸潤、肝外転移などを有するような、より進行したようながんの患者さん。こういったところでは薬物療法がいいでしょう。それ以上進行してしまって、肝機能もかなり厳しくなった方というのは、積極的な治療はお勧めしませんみたいな形の治療方針を立てておりまして、まあ、比較的受け入れやすい治療方針としてよく汎用されています。まあ、今日のお話は、このアドバンスステージのところの薬物療法が中心になりますが、一部インターミネートステージのところも薬物療法の話が入ってきます。では、これ日本の肝がん診療ガイドライン2017年度版の肝細胞がん治療アルゴリズムになります。薬物療法はどこにあるかということなんですけれども、肝予備能でチャイルドピュー分類というもので、肝機能が良好な患者さんで肝外転移があるような患者さんは分子標的治療、いわゆる薬物療法の適用になりますよ。そして脈管浸潤があるような患者さんも薬物療法の適用になるでしょう。
で、腫瘍数が4個以上になってきた場合、塞栓術が効かないような時には薬物療法の適用になるでしょう。こういうふうに書かれておりまして、まあ、よく、先ほどのバルセロナクリニックリバーキャンサーグループで書いてるのと、まあ、似たような対象になっております。まあ、実際の全身薬物療法の対象というと、まあ、大きくいくと幹細胞、冠動脈塞栓術が困難、もしくは治療抵抗性の症例、定数不応、不能の症例といいます。そして脈管浸潤、門脈や冠状脈などに腫瘍が入り込んでいるような症例、そして冠外転移があるような症例、こういったような症例が薬物療法の適用になりまして、全身に投与し、がんの増大の抑制を期待する治療法として行われております。これまで全身薬物療法としてどういうものが承認されて日本で使えるようになってきたか。初回薬物療法としては2009年の5月にソラフェニブというのが承認されました。それ以降なかなかそれに続く薬が出てこなかったんですが、2018年の3月にレンバチニブという薬剤が、2020年の9月にアテゾリズマブ、ベバシズマブ、つい先月承認されたばかりの薬剤になります。そして、二次治療以降の薬剤としては、レゴラフェニルが2017年6月、そしてラムシルマブが AFP400 以上、腫瘍マーカーの AFP が400以上の患者さんを対象として、2019年の6月に承認されております。そして、今年もう一剤、カボザンチニブという薬剤も承認見込みだというふうに聞いております。まあ、今日はまず一次治療、一次薬物療法からお話をしていきたいと思います。初回薬物の良い適用ですけれども、ソラフェニブ、レンバチニブの良い適用と言われるのはどういうふうに書いてあるかというと、先ほどもお話ししたように、冠動脈塞栓術に不応、不能の症例、もしくは脈管浸潤を有する症例、冠外転移を有するような症例で、全身状態が良好、肝機能がチャイルドピュー A といって、非常に良好な患者さん、そして薬物療法の治療歴がないような患者さんが良い適用と言われて試験が行われてきました。具体的にはどういう試験が行われたかというと、ソラフェニブという薬剤は2000年代の前半の時にプラセボと比較した第3層試験、これは欧米で行われたシャープ試験と言われるものになります。全生存期間、良性進行までの期間、ソラフェニブの赤いラインはプラセボのラインと比べて優位に良好で上回っていることが示されています。また、良性進行までの期間というのが優位に遅らされているということが示されてきておりまして、この成績をもって初めて幹細胞がんにおける薬物療法、標準治療として位置づけられるようになってきました。続いてこの試験同様なソラフェニブという薬剤とプラセボ、偽薬、全く効果がないと言われている薬剤と比較した第3層試験がアジアパシフィックの領域でも行われました。同じように全生存期間でソラフェニブ群の方が優位に良好、無増悪期間、がんが悪くならない期間も優位に良好ということが示されてきておりまして、この2つの試験の結果をもちまして、ソラフェニブというのは標準治療として位置づけられるようになってきました。で、実際どういうふうに効いてきたかといったところで、まあ、よく効いた症例をご提示したいと思います。肝切除後の多発再発の患者さんで、この方、肝内再発層が、ソラフェニブによる治療を行って、きれいに消失してきました。で、実は肺にも多発する転移がありました。この患者さんの肺転移も5年後きれいに消失しています。主要マーカーである AFP、ピブカ2、AFP はもともと正常ですが、ピブカ2も正常化してしまっています。ソラフェニブ開始後5年、そして完全走行が得られて、ソラフェニブを中止して今2年も経ってますが、無再発の状況になってきております。こういうように完全に消えてしまう、そして治療も必要でなくなる、
まあ、いわゆる内科的治療だけで治しきってしまえる症例も出てくるようになっていきました。まあ、先ほど国土先生の方は外科的な切除を追加することで根治を目指すということでしたが、この症例は内科的治療だけでも根治が得られている状況であります。ただ、やはりソラフェニルという薬剤にも副作用というのがありまして、代表的な副作用として手足症候群、高血圧、肝障害、あとは食欲不振などなどが言われております。で、ソラフェニブ治療中止割合ということですが、やはり副作用でどうしても中止をせざるを得ないような患者さんというのがいらっしゃいます。全有害事象による中止割合、これまで行われてきた試験で見てきてても2割から5割ぐらいで副作用中止をしなきゃならない。また手足症候群というのは手のひら足の裏が痛くて日常生活に支障をきたすようなことがあるんですが、まあ、命には関わりがないような副作用です。これでもやはり 1割前後の人で治療をやめなきゃいけないということがあります。ただ我々はこういうところに徹底したマネージメントを行うことによって 8.8% まで治療中止割合を下げることもできましたし、手足症候群による治療中止割合は 0% ということに、ことも以前に報告させていただいたことがあります。まあ、比較的海外の試験、日本の試験と比べてみると、やはり海外よりも日本の方が副作用出やすい兆候がある。まあ、そんな中でもしっかりマネージメントすれば、こういうふうに、有害事象をコントロールして治療を継続することができることも分かってきました。続いてレンバチニブの話に移行したいと思います。レンバチニブも初回薬物療法として有効だということで承認されてきました。全生存期間ソラフェニブと比べた比較試験が行われたんですけれども、赤いレンバチニブのラインが若干生存期間上回ってる感じですけれども、まあ同等性は示されております。まあ、非劣性と言いますけれども生存期間で大きく劣ることはない。で、無増悪生存期間ですけれども、無増悪生存期間におきましても赤い方のラインは優位にソラフェニブと比べても良好だということも示されておりまして、いい治療法だということが分かってきました。まあ、この成績をもって承認されてきたという経緯があります。で、このレンバチニブの特徴は腫瘍縮小効果が強い。総合割合で見ますと、レンバチニブは 24.1%、ソラフェニブ 9.2% に比べて、2倍半ぐらい強いということが分かってきますし、これは中央判定の方で見た、担当医判定と中央判定で結果がずれてますけれども、中央判定の方では 40% と 12% ということで、4倍近く、レンバチニブの腫瘍縮小効果があるということが示されております。で、実際レンバチニブの症例になりますけれども、このように肝臓の中、そして腹膜に広がってきているようながんが治療後6週、6ヶ月、1年、3年と消えて、もうほとんど消えてしまったという状況になっております。この状況になって、この患者さんも治療を今休止して休んでおりまして、レンバチニブ中止後 1.5 年経ってますけれども、無再発の状況で、この患者さんも内科的治療だけで今のところ根治が得られているような患者さんであります。このように薬物療法でも十分治療効果が、高い治療効果が期待できるものもあります。そして先月承認されてきたというアテゾリズマブ、ベバシズマブについて少し、お話をしていきたいと思います。どういう治療が、試験が行われたかというと、進行肝細胞がんの初回薬物療法例で、肝機能がチャイルドピュー A と良好な患者さんをベバシズマブとアテゾリズマブ、これともに点滴の治療法になります、を3週ごとに繰り返すというやり方と、これまでお話ししたソラフェニルを比べる比較試験が行われました。主要評価項目が生存期間と無増悪生存期間でした。
これがその結果でありまして、全生存期間におきまして、アテゾリズマブ、ベバシズマブ群は、ソラフェニブと比べて優位に良好な成績が示されました。先ほどのレンバチニブは、同等性が示されておりましたけれども、このソラフェニブと比べて、アテゾリズマブ、ベバシズマブは優位に良好であることが示されております。また、無増悪生存期間におきましても、アテゾリズマブ、ベバシズマブは優位に良好だことが示されておりまして、これらの成績をもって承認されてきた経緯があります。また、走行割合も、アテゾリズマブ、ベバシズマブ、22%、23%という走行割合が報告されてきて、27%と 33% という報告がされてきておりまして、やはりソラフェニブと比べても良好だということが示されております。また、この薬剤、QOL を悪化させることが少ないこともメリットでありまして、生活の質を悪化させない、ソラフェニブが 3.6 ヶ月で悪化させるところを、アテゾリズマブ、ベバシズマブは1年近く QOL が悪化しなかったということで、良好な成績も報告されております。これが副作用になります。アテゾリズマブ、ベバシズマブとソラフェニブの副作用。このバーが長い方が副作用の頻度が高いことになります。ソラフェニブでは下痢や手足症候群といって身をもって感じやすいような副作用が出てきやすいのに対して、アテゾリズマブ、ベバシズマブは高血圧やタンパク尿といったようなところが主に認められておりまして、比較的身をもって感じる副作用が少ない。といったところが、管理しやすいといったところもよく言われておりますし、これが QOL の良好な方につながったんじゃないかと言われております。このベバシズマブ、アテゾリズマブ併用療法は、これまでの臨床を変える、プラクティスチェンジングな治療法であるということが報告されてきました。続いて、二次薬物療法についてお話をしたいと思います。まず一つ目、レゴラフェニブという薬剤があります。これは実はソラフェニブとよく似た骨格、構造式を示しておりまして、ここにフッ素がついただけであります。これだけでソラフェニブが効かなくなったような肝細胞がんの患者さんを対象として治療効果が期待できるようになりました。ただし副作用も増強してきました。一般的な良い適用と言われているのが、ソラフェニブ治療中に画像上の進行が確認された、不応と言われる対象になります。また、ソラフェニブが400ミリ以上、継続できたって言って、減量をあまりしすぎている患者さんというのは、どうしても副作用が、耐えられにくいということがありまして、1日400ミリ以上飲めている患者さんで、肝機能が良好な患者さんを対象として、臨床試験が行われました。これはレゴラフェニブとプラセボを比較したような第3相試験ですけれども、全生存期間、無増悪生存期間ともに、レゴラフェニブ群で優位に良好だということで、この成績をもって、レゴラフェニブも承認されて使えるようになってきました。ただ、先ほどからお話ししているように、ソラフェニブの副作用と比べて、レゴラフェニブの副作用の方がより強力になって、強く認められているといったところがありますので、やはり注意が必要な薬剤でもあります。こういう副作用マネージメント、我々先ほどソラフェニブの時に徹底して行ってきていますということで、こういう副作用マネージメントの本も記載しておりまして、レゴラフェニブも同じく記載していますし、レンバチニブにも記載しています。こういう本を見ながらしっかりとマネージメントしていくことで、より良い治療効果を導き出したいと思っております。続いてラムシルマブですけど、どういう試験が行われたか。AFP400 以上の患者さんを対象として、チャイルドピュー A という肝機能の良好な患者さんが、に対して行われました。これは同じくプラセボと比較した第3相試験、ランダム化比較試験が行われて、ラムシルマブ群はプラセボ、偽薬と比べて優位に良好な生存期間、無増悪生存期間が報告されました。また、このラムシルマブの特徴は、レゴラフェニブでは副作用が強いと言ってきましたけれども、レゴラフェニブと比べて低頻度である、
管理しやすいといったところも特徴だと言われております。また最後、今年承認される見込みであるカボザンチームもお話をしたいと思います。カボザンチームはどういう薬剤かというと、レゴラムフィンと比較的骨格が似ている、構造式が似ているような薬剤であります。まあ、どういう試験が行われたかというと、ソラフェニブの治療歴があり、少なくとも1レジメン以上で腫瘍の増悪を確認した。そして全治療として2レジメンまで行ってきたような患者さんで、チャイルドピュー A の肝機能良好な患者さんです。これも同様にカボザンチニブの方がプラセボと比較して優位に良好な生存期間、無増悪生存期間が報告されてきて、これも承認されることになりました。ただ、この薬剤、やはり有害事象は比較的高頻度に認めておりまして、レゴラフェニブと同等、もしくはところによっては法律に認めてもおりますので、この薬剤も注意が必要であります。まあ、この3つの薬剤の特徴をまとめました。レゴラフェニブというのは、ソラフェニブに妊孕性があって、ソラフェニブ治療中に画像上の進行が確認された患者さんを対象として、ラムシルマブは AFP400 以上の患者さんを対象として、カボザンチニブは2レジメンまで、許容しておりました。まあ、こういったような対象の違いや副作用の違いによって、二次治療をうまく使い分けていくことが必要だと言われております。そしてアテゾリズマブ、ベバシズマブが承認された以降どうなってくるかといったところですけれども、二次治療、三次治療は、アテゾリズマブ、ベバシズマブが最初の一次治療として一番有効なのでここに入るだろう。それに続くのがソラフェニブ、レンバチニブだろう。それに続く薬剤が二次治療の薬剤が三次治療に移行するんじゃないかとも言われておりますが、まあ、今後ここら辺のところは市販されてどう使われてくるかということを見ていくことが必要だと考えています。また最後に最近のトピックを少しお話ししたいと思います。ペンブロリズマブ、レンバチニブという薬剤は、腫瘍縮小効果が非常に強いということが報告されてきました。この2つの薬剤、ペンブロリズマブというのは抗 PD-1 抗体、免疫チェックポイント阻害剤、レンバチニブというのは先ほどから示してきた一次治療としてソラフェニブと同等性が示された薬剤ですけれども、併用することによって治療効果が高く、CR というのは完全に治ってしまう患者さんというのがこんなにもいる、10% 近くいるということも報告されていますし、腫瘍縮小が持続しているということも報告されてきて期待されている薬剤であります。無増悪生存期間、全生存期間といったところにおきましても、これまでの薬剤と比べて良好な成績が報告されてきております。まあ、この薬剤、今現在、レンバチニブ、ペンブロリズマブ、栄養療法は、プラセボとレンバチニブ、レンバチニブ初回薬物療法として使われている薬剤でしたので、これと比較する第3層試験、リープ002試験というのが行われております。また、ニボルマブとイピリヌマブという免疫チェックポイント阻害剤同士の併用療法も、現在、ソラフェニブもしくはレンバチニブといったような、標準治療と比較するような第3層試験も行われてきております。また、もう一つトピックとして、薬物療法。これまで、テースが符合、効かなくなったような患者さんはいい対象だと言ってきてたんですけれども、鼻からテースやっても効かないようながんが大きいような患者さんとか、多発しているような患者さん、このような患者さんはテースが不適、あまり良くないんじゃないかということで、こういうのも薬物療法の対象になるだろうとも言われてきています。ということで、今までインターミネートステージがテースだ、アドバンスステージが薬物療法だって言ってきたところが、徐々にすでにインターミディエートステージの方に入ってきてますけれども、これがさらに薬剤が増えてくることによって、このテースの領域がかなり狭まってきて、局所療法から薬物療法への時代と移行するのじゃないかと言われています。そして今進行中の臨床試験というのは、この表図に示すようにいろんな臨床試験というのが行われてきておりまして、免疫チェックポイント阻害剤、関連する治療法の開発というのが
主に進行中でありまして、今後さらに薬が登場してくることが期待されております。最後、私のまとめですけれども、肝細胞がんの薬物療法にアテゾリズマブ、ベバシズマブが登場してきました。二次治療以降の治療薬としてカボザンチンモの登場も期待されております。その他の併用療法の開発も進行中でありまして、非常に期待されている領域であります。最近、テース不適という概念も提唱されてきておりまして、薬物療法の適用が広がることも言われております。局所療法の時代から徐々に薬物療法の時代へと様変わりしてきているのじゃないかと考えています。ご清聴ありがとうございました。では池田先生、ありがとうございました。それでは Q&A セッションへ移ります。国土先生にも再登場をお願いいたします。事前にいただいている質問へご回答いただきたいと思います。はい、では1問目ですけれども、化学動脈化学塞栓療法はどのような患者さんが適用になるのでしょうか。池田先生、ご回答をお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。講演の中でも少し触れさせていただきましたけれども、冠動脈化学塞栓療法の良い適用というのは、多発するような患者さんで、ラジオ波や切除が難しいような患者さん、かつ、脈管浸潤がなく冠外転移がないような患者さん、こういったような患者さんが冠動脈塞栓療法の良い適用だというふうにも言われています。ただ最近、薬物療法がかなり進歩してきました。講演の中でもお話しさせていただいたように、冠動脈塞栓療法の対象となるような患者さんにおいても薬物療法の有用性というのが少し示唆されるような結果も出てきておりますして、今後この、多発するような肝細胞がんの患者さんにおいて、冠動脈塞栓療法と薬物療法の、住み分けをどのようにやっていくのか、こういったところも今後議論になっていくのじゃないかとも言われています。はい、ありがとうございます。では次の質問です。関節除の手術後、肝機能を低下させないためにはどのようなことに気をつければよろしいでしょうか。国土先生、お願いいたします。はい、関節除の場合はですね、まずどのぐらい肝臓を取っていいかということが問題になります。でそれは腫瘍の大きさとかにもよるわけですけれども、肝機能、いわゆる肝予備能ということに呼ぶこともありますが、それがどの程度あるかを正確にですね、日本では手術の前に評価しています。でそれに応じて、切除をどこまでやるかを決めているわけです。肝臓は再生するというふうに言われてますけれども、簡単に言うと取りすぎるとですね、やっぱり十分再生しない、最悪の場合命に関わることもありますので、そこを注意してやるようにしています。それからやはり手術の技術は非常に重要で、特に出血量が多いとですね、その後の回復が非常に悪いというふうに言われてますので、出血の少ない手術、そして手術の後には例えば肺炎とかですね、そういう合併症、特に感染による合併症が少ない、治療をやらなきゃいけない、そのようなことを注意して、肝機能をできるだけ、下げさせないように努力をしています。先生、ありがとうございました。それではそろそろお時間が来てしまいました。国土先生、池田先生ともに昨年のジャパンキャンサーフォーラム2019にもご講演いただきました。ありがとうございます。最後にご視聴いただいている皆様へ一言メッセージをお願いいたします。では国土先生よりお願いいたします。はい、肝がんの領域ではですね、池田先生がお話になった薬物療法の進歩が非常に、目覚ましいわけですけれども、やはり根治性という面から言えばですね、関節除、移植がやはり一番優れていますので、これからはどちらかというとそういう薬と共同してですね、さらに成績が良くなるような傾向になるんじゃないかと思います。そういうことで、患者さんの方からの立場から言えばですね、両方の治療法についてよく説明を受けられればいいんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございます。では続きまして池田先生、よろしくお願いいたします。はい、
まあ、今日お話しさせていただきましたように、薬物療法っていうのの進歩は目覚ましいです。かなり勢いよく治療効果も伸びてきております。まあ、こういう薬物療法が出てきたことによって、まあ、患者さんの長生きにつながるようになってきたんじゃないかなと思っております。ただ、薬物療法だけで治しきるということは、まあ、中ではお話もさせてもらいましたけれども、そこまではなかなか難しいことの方が通常であります。なので、まあ、いわゆる中学的治療、外科的切除、ラジオ波、冠動脈塞栓術などの局所療法、そして薬物療法を含めて、これらをうまく使い分けていきながら、患者さんの長生きに、貢献できるように我々今後も努めていきたいと思っております。先生どうもありがとうございました。以上をもちまして、肝臓がんのセッションを終了いたします。小田先生、池田先生、本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは終了いたします。どうもありがとうございました。